マニメーションチャンネルマニマニ TV。 リリートライアングル。クゼコはテニスで学校を破壊したりもするけど、ごく普通の等身大の高校生なんだ。これ知ってるのこの学校で私以外いる？秘密を独占！なんて甘美な響き！近頃ミトラもクゼコと随分年頃ですが、ご存知？クゼコって泣くとき光るんだよ。ふっふーん。小姫がまた新しい顔を。獅子王には見せるな。独占したい。先だっては小姫に情けないところを見せてしまった。よよよ。これではメソメソ頼りない泣き虫だと見損なわれるぞ。しっかりしてるところを見せなければ。さあほら、私は涙を流さない生徒会長だから、よく見ろ。おのれ獅子王、増長しやがって。今日こそ切れる。マジで暴れる。小姫、獅子王間に問題は起こりえないという偽りの平和は崩れ去った。見ろ小姫、今にも切れそうだ。止めてくれ私を。お前にしか止められない。リリートライアングル。ミトラもやるな。私の負けだ。分かってくれたか。獅子王こそやるじゃないか。なんだ急に褒めたりして。そんなんじゃねえし。こんなもん役に立てねえ。立ちます。こら足。まったくこの子は。いやだ。わめきなさい。気が済むまで。不出来な子ほど可愛いって言うけど、ルナナばかり構われてると構ってほしくなる。いやだ、もういやだ。私ってかまってちゃんだったんだ。やはり茶の湯は自分を見つめさせてくれる。やめろ。こんなのやってもオーラは出ねえだろ。出ません。言い切った。やっぱ意味ねえじゃん。あなたは背筋が伸び、所作が美しくなりました。ほんの少しだけ。お茶の立て方も筋が良いです。磨けば光りますよ。続けたければ私は待っています。師匠。ちょろ。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしければグッドボタンもお願いしますね。